飲み勘十郎、お手を上げ。もし私、飲み勘十郎。大好きだった母君を流行り病で亡くしてから、あの若君、笑う気なんて全くなくなっちまったのさ。罪人は皆30日かけて笑わせないといけないんだとさ。本当のこいつもどうせ失敗するんでしょうね。父上、若君を喜ばせなければいけないのですよ。切腹を申しつける。何のことですか、それ。そんなことをするぐらいなら今ここでご自害なさったらいかがですか。切腹を申しつける。しかない暗闇の中、気配だけで攻撃を防御する。切腹を申しつける。能なし、この鞘侍。父は侍です。父への無礼は許しません。この大筒に入り、天高く飛んでみせまする。だってあなたと私の父は似ているから。あなたの母親を亡くした悲しみと戦って、私の父のためではなく、あなたのために。